ープのマネージャーの皆さん、こんばんは。さあ、このお題でございます、はい、まお絵描き DCs of the World スタート。さあ、30秒ですよ、30秒。さあ、さあ、おお気になる。迷いがないのすごいぞ。そうですね、さすがさすが。書いてきました。出ないですか。あれあれ、ケンド急がないと間に合わないよ。あれあーえ、すごい、すごい、すごい。さすが、合ってんの、合ってんの。さすが、さすが、素晴らしい。おーおーおー、うまい。はい、ケンション、文章を書いてください。これは、これは何、これは何、文章を書いて。これ、ケンソンさんいけるんじゃないですか。お、早い、早い、早い、迷いがない。江口君、江口君行こう。さあ、さあ、皆さん頼むよ。さあ、皆さん頼むよ。お楽しみの時間をやってまいりました。江口君頼むよ。いや、すごい、江口君も筆に迷いがない。迷いがない、迷いがないね。迷いがありません。あれ、迷いがありません。あれ、あれですか。いや、これは大丈夫だよ、大丈夫、これは大丈夫。これは江口、まあ、でも、いや、めちゃめちゃ頑張ってるよ。めちゃ頑張って、わかる。まだいける、まだいける、やれ、それやれ。朝早くからありがとうございます。イエー。僕的に一番感動したのは、あのやっぱり陸と天の二人のあのあれがね、見れたっていうのはちょっとすごい感動しましたね。なんか多分どのメンバーが見てもすごくこの二人がやっとみたいな感じだったんで、そこが出来上がったのを見た時にちょっと感動しましたね。これはもう皆さんも見られて本当にね、嬉しかったシーンということで。いや、本当ありがとうございます。触れてもらって、ありがとうございます。いや、でもあれちょっとあのショートバージョンみたいになってるじゃないですか。あれはそのなんか天がショートで歌うよみたいなこと言ったんじゃないかなって。ああ、裏でね、もしかしてね。勝手にフルじゃない、ショートだって言ったんじゃないかな。そう、あれ言い方がなんか、ショートで歌うのって。ショートとか言って、うん、ショートだよ、うん、いろいろ会社と打ち合わせ、打ち合わせしたんだろうね。そう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 、2人でねっていうのがあったんじゃないかなって、ね、勝手に想像してました。アイドリッシュセブンという作品がこうなんか皆さんにこう愛していただいて、でどん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 こうたくさんの方がこう、ライブに足を運んでくださったり、アニメを見てくださったりね、あの本当に不思議な、それが一つのこの生物かのようにどん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 こう大きくなっていく様っていうのが、あの関わらせていただいている上ですごくこう、こんなすごい作品になんかこう人生の中で関わることってあるんだななんていうふうに驚きと感動と興奮、毎回本当にあの興奮して、今日も今年初めての半袖なんですけど、まあ大丈夫？興奮ない？何の話に興奮ためやらぬ状態で僕も今立ってます。はい、あの本当にこんなに興奮することあるんだなって思ってますけど。趣旨変わってきたな。いや、でもちょっと脱線しましたけども、でも本当にあの幸せに思ってるんですよ。そしてこうステージを見てて、彼らにこう血が通っている感、しっかりとこう血肉っていうんですかね、こう2回言いました。あんまアイドルのコンテンツに血肉ってこう血がちゃんとこう流れている肉、血肉ライブ。そうそうそう、3回言いましたけど、怖いな、怖い、最後の最後に怖いな、こいつ。そんな目で見ないでください。肉として、肉を見て、肉として見てるわけですけど、肉って血肉の通った肉が踊ってます。違うんです、やだ、ちょっとやだ言い方。あのね、リクがやりたいことがあるんですよ。はい、おうおう、全員でやりましょう。え、今、全員で何をポーズ取ってください。ポーズ何の何でもいいです。何でもいい。まあまあやってみましょうか、一旦ね。そう、一回やってみることが大事。全員で何をやるっていうと、やっぱちょっとネタバレになっちゃうんで、それぞれは思い描く、それぞれジェスチャーするってこと。そう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 、みんなで。なるほど。どっち、すごい伺ってるわ全員。あのジェスチャーっていうか、あのなんかポーズ取れば、ポーズ取ればいいんで。そうそうそう、じゃあいきますよ、せーの。も
すごいモモがウイウイしくて、いやそれは思いました。そうなの、 なんかねあのアフレコ一緒にやったじゃん、はいはい、結構ちょい結構前だったけどさ、うん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 、なんかああいうのってやっぱ 生の感覚、何歌以外の部ってすげえ生のリアクションの感覚って、はい、やっぱその より掛け合いが大事みたいなのあるじゃん。ありますね。ね、でもなんかねすごいそういう意味でもすごく新鮮、あの時新鮮だったから、なんかよりなんかそういうのが出たねっていう。なんか結局その2人で、まあユキとモモがやった時ってやっぱりユキはどっちかというとこう喋らないタイプなんで、ね、モモが必死にこう必死なのよ、必死に進めて進行しようとしてくれてるところに、はい、なんか可愛さと愛を感じて、そうなのすごい、だから頑張ってましたよね。頑張っ、MC だったりなんかそう新人のように頑張ってたそうなんかそう新人の初々しさがあるんですよ ねちょっと浮き足だってた浮き足浮き足アンコール一番最後終わった後に、それぞれあのグループ名が呼ばれて退場するときにリバーレって呼ばれたときにモモって言ってあの帰っていくちょっとエモいとこよそれ。あそこはエモいとこよ。エモすぎますよね。さりげなくエモかったよあれは。あれはなんか僕もちょっとどういう風にその収録してどれが使われてるのか分かんない、うん、実際聞いてみたときにわこのなんかボソッと本当になんかね、ちょっと身内感がすごくそうそうそうなんですよ距離近っと思ってあのお客様に向けてじゃなくてじゃない身内ですそっとね、たまたまガンマイク向けてたらそれが入ったみたいな、入っちゃったみたいな、行くぞ、それがすげえいいなって思って、あれはびっくりしました。僕もズールとみんなで一緒にこう新しい未来へこう進んでいってる感じっていうのが込められててめちゃめちゃいいなと思って。あれいいですよね。あの演出がめちゃめちゃいいなと思って。名曲。そうそうそう。なんか風が強くないですかあのシーン。演出的に。あれあれあれ。ちょっとそんなそうだっけ。あれそっか。あれれ。あれあれがない。4DX。実際の風あるけど 4DX これ。あるんだけど。あのやっぱあのミナが髪長いから目立つんですかね。ふわっとふわふわすごい揺れてて、なんかこの荒波を一緒にこう進んでいこうぜっていう雰囲気が僕は感じられて、あの演出はたまらないなって思いました。確かに。その捧げろのシーンでも、うん、急にね4人がギュッて集まって距離が近くなるシーンがあるんですよ、うんうん、でそこのシーンを見てこれあの実物のねこう人間でもなんかこうやってみようみたいな感じで頭の中で想像するんですけど、うん、実際やってみると想像以上に近くてびっくりする。あこれ、ね、見てる分には見てる分でこの距離なのにやってみようと思うと、うん、こんな近かったんだな。どれくらい近いの、どれどのシーン、どんなやつだそれ、ここで見て大丈夫こっちで楽しみにしとかない確かに確かに確かに、どっちかな、劇場ライブ、あこんなシーンよ、でも、でもこう、こう、こういう感じだよ近いよ僕一足先にね、あの、阿部さんと一緒に 4D をちょっと体験させていただいて、阿部さんいたらなね、その話で盛り上がれたの、やめやめようよいじってくねやめようって、ね、いじるじゃん同じグループで一番年上の人いじるじゃん本当だよだから、まあ、安倍さんの感想はシームレスに、ね、多分今こんなんだよ、そうだよ今焦ってるよあっちょっとおいでよあのね出ておいでっ、ね、おいでよいや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 、あれメイクすんでんの、そのテンションじゃない、到着テンションじゃない、装着したての人じゃん、そのテンションじゃないよ、終わったの、メイクはいいのいいのいいの、メイク終わったの、メイクは大丈夫、大丈夫、メイクやってるやってる今やってるよやってるよ、やってた、やってた、やってた、あの寝坊した人のテンションじゃない、安静の色が見えない、いや皆さんおはようございますよかった、本当に本当にすいません。今回のカメラマンさんもすごいですよ、本当にステージ上でもいろんな角度そんな一人でやってるわけじゃな
ないから、えっ、1人じゃないから、こんなんになってたらもうみんな危ない、怪我する怪我する怪我する、あの2メートルは開けた方がいい、そうだね、こんな動いてたらもう、いやいや、プレプレプレじゃん全部、こいやでもだから全部1人でやってたちゃんと立ってすごい、またスイッチングする人、スイッチングもそうだし、もう後ろから、え、スイッチングやって、スイッチング、みんなのスイッチングだよ、スイッチング人だ、もうスイッチングだから、僕この子一緒にね、一緒についていって、なんかここの勝負、ここの勝負みたいになっちゃう。スイッチングとカメラマンさんとね、一切ね、それも見えてない、見えてない、ね、プロの仕事ですよ、プロの仕事だ、なんか肩痛くなっちゃってやりすぎた、ハリウッドやったまだ動きすぎ、やっぱスイッチングもね、やっぱその類稀なね、やっぱ技術のあれなんですね、確かに。ちょっとせーので、せーので聞いてみますか、せーので言ってもらいましょうか、せーのでこれ歌ってほしいっていうのをお願いしますね、せーの、あ、え、トリケラトプス、トリケラトプスそうだ、トリダンスなってましたよね、今なってた、決まりましたね、新曲、新曲トリケラトプス、ちょうど3人ちょうど3人ちょうど3人そうだね、よくできてんのね、3つの角を持つ恐竜って意味ですね、トリケラトプス、トリケラトプス、おー、かっこいい、46億年だし46億年がね、ここに来て伏線になりましたよ、すげえ、ほんと愛だなってのはね、沼が深いのよ、で彼らの生きてきたね、その印というか、生きてきたそのね、あの道のりを知ってるからこそ、あのステージの中で2人が歌えているこのなんか奇跡のような一瞬をこうなんか かみしめながらね、歌ってるところがなんか目を合わせてるところと、それぞれがね違うところ向いてるところなんて、もうねぐっときますね、いやあれ初めて見た時ちょっと感動で涙出ましたね、リアルに ねなんかこうね、人生が交わらなくてもその歌声がクロスするんだみたいなね、いや思いましたね、思いましたね、すごい泣いちゃいました、ね、これ以上何を話せないですかカメラさんも逃さないわよ、アイドルの鏡、逃さないわよ、なるほど、カメラさんも逃さないし、スイッチャーもなんだあれあの8カメの顔なんだあれ、変えなきゃ変えなきゃなんつって、うん、おーお前綺麗だなイオリンってそのスイッチャー誰なのスイッチャーさん誰なの、まあ、誰なんですかね、まあ、その綺麗だなお前でもやっぱりライブ中にこう歌ってる人を抜きたいじゃないですかその一瞬のあー違う子は抜いてるこっちだちゃんとこう歌詞のあのやつもう一回見て次この人歌うんね、そういうシーンなんですよ、そういうなんかスタッフさん、うん、その壇上にいるそのアイドルの皆さんたちだけじゃなくて、そのスイッチャーも含めてね、うん、演出を手伝ってくれる人たちも含めて、うん、いろんな人たちの思いで作られているステージだっていうのがなんかそのまま伝わるんじゃなくて、なんか一瞬一瞬の面白さの裏に見えるっていうのは僕も個人的に好きですね。